皆さん、こんにちは。中島ナビ塾塾長、NPO 法人グローアプリ事長の中島です、えー。今回の読書対談はですね、えー、授業入門を課題図書として、白黒先生といろいろと話をしていきます。白黒先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、授業入門。<あ>えな、まず、あどうぞどうぞ。あやってきましたね、授業入門。<laughs> <laughs> ま,まず何ですかいや、まずなん、なぜこの本を課題図書にしたのかっていうところをお聞かせいただきたいなっていうふうに思いますあやっぱり、まずこのね、斉藤希伯先生の本、授業入門、はい、授業、授業の展開とあって、また他にも別のちょっとシリーズでね、解釈とかいろいろあるんですけど、ね、<laughs> やっぱり、結構よまず読み応えがあるので、 夏休みとかこういう機会に、まあ、じっくり読みたいなっていうのとうん、うん、あとねまあこういう機会だからこう授業,授業そもそも授業とはっていうのをこう振り返るのにいい機会かなと思って夏休みなんでねっていうので、まあ、今回ちょっと授業入門っていうので、まあ、振り返っていきたいなっていう思いがあって振り返りはいあ自分の授業スタイルとかねああなるほどなるほどっていう意味もあり、まあ、授業入門 っていいうう本を選んだという次第ですねなるほどはいだから読んで思ったのがはいそのじいやこれも60年前 <laughs> そうですねはい久しぶりにうんその中島が生まれる前の本だなっていうあそうですね <laughs> えー、あのまあ野口先生の本もそうよりもね、さらに前っていうところ。はい、昭和35年とかなってますもんね。はい。はいはい。だから中島の親世代でも、まあ、その前って感じですもんね。んね親が生まれた頃とか、そ,うそ,うその前後ぐらいな。うん、確かに確かに、生まれた頃ぐらいだな。だからこう そうなんで,す、ね、でえっ、ー、と野口先生の本を読んでも思ったんですけどそのやっぱり今のうんと、はい、教育書、はい、とやっぱり書き方ってだいぶ違うなっていうところは感じていてうんうんもうね全然違いますよねいやそこであちょっとねあの本題とずれるかもしれないんですけどやっぱ改めて感じたのが読解力って低下してるんだなっていうのを思って、はい、えっと読み手の読み手のうん、うん どうしてもそのインスタントな部分多分今だったらえとよりテクニカルというかはいはいはいこうしましょうなぜならばこういう理由があるからですエビデンスもありますみたいなとかその行為について書かれて具体的に書かれている部分が多いなって思うんですけどそういう今までえとまあ昔っていう表現使いますけどに書かれた本だと どちらかというと私はこういうふうに考えてこういうふうに行動したんだっていうのが多くて「はいはい、なぜ?」っていう部分は読み手に委ねられているなっていうのが思うところなのでだからこの本を読んだ時に「あ深っふか」って思いながらも読んだんですけどえけどこれってそう解釈できる人がどのくらいいるんだろうかっていう、はい、ああなるほど、えー、企画先生すげっすね。 ちないかなっていう <laughs> はい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 そうっすねだまずあれですね、うん、その1ページの文字数とあとページ数も全然やっぱ違いますもんね今の出てる本とねはいまあ図は何もないですからねそうですねあなんか時々なんかち,ょちょっとあの写真っぽいやつがね入ってますけど <laughs> ちょっと入ってます <laughs> その今ありがちなものはないですもんね。うそ,うそうなんです。えー、<ー>もうこれはね、なんかまあそうですね、出版、出版的に言うと多分、多分っていうか、今、自分もなんか物を書くときに言われるんですけどね。<laughs> やっぱり、ここまで、なんて言ったらいいのかな。うんと、がっつりとこう、 んでした、ね、考え方の本って書いてあるやっぱあ、なかなか今の時代あんま売れないっていう事情もあるっていう感じでね。だからよっぽどその、なんでしょうね。あ、でも今ね、だからその、同意先生とかわかりやすく、まとめ、一本考え方はね、うん。別に、あなんか授業でつ、何でしたっけあの,あの、今名前出てこないな。あの作る、学級作るみたいな本とかあったじゃないですか。<laughs> はい、わかりやすいなってこれ結構、だから入門って、 すごいいろんなところの考え方飛んでますからね。うん。うん、んかそこら辺はあのビジネスとかもそうで、ビジネスとかも。うんうん、やっぱりその、うんとどれだけまあまあインスタントな知識であるか。読み手に負担をかけないような内容。 うん、そうですよね。っていうところが多くなっているなと思ってどう読解するかっていう,う,うと読み手に委ねられる本だなっていうところなんですよね。っていうのを感じたのでやっぱ最初に言ったその読解力が低下しているんじゃないかっていうのはそういう理由。うんうん、そうですね読解力低下あとあれかななんだろうやっぱり。 あでもこれ教員だけじゃないんか分からないけどやっぱ読む時間も減ってるのかなとかいろいろと思いながらも。まあそれを言い出したらじゃあ果たして今と昔を比べれば昔はっていうのはあるけど昔は昔で忙しかったと思うんですよね。うんうん、そうですね,そうですよね結局。う,んまあ、そうか だから読むと本当に今と悩みが変わってないんですよね。うんうんうん。<laughs> まあ、<laughs> それはあの、ね、ギリシャとか、まあ、古代中国とかもそうですけど、まあ、あそこら辺から本当人って変わってねえよなみたいなところはあるんですけど。そうですねあ60年前もあの同じ感みたいなの。<laughs> <laughs> いやー、そして、はい、またいつもながらに、あのー、いつもね、この本、どのぐらいの対象の人が読みますかみたいな、まあ、そういう話が出てるじゃないですか。で、これ、なんか、入門って書いてあるからね、なんか、まあ、入門って普通、まあ、初任者とか、えっ、ー、と、まあ、若手とか、そういう感じかなと思って、まあ、入門って書いてあるんでね、パッとこう、読むんですけども、かなかなかね、なんて言ってんのかな。 あ入門って書いもう本の本には入門って書いてあるけどか書いてあることめっちゃ深いから、まあ、入門って、まあ、こういう考え方あるんだなって,言ってその初任の先生が手に取ってみるのもまあもちろんいいんですけどもなんか今10年以上働いた自分がこう手に取ってみたらはあなるほどなと思うことたくさんあってうん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 からすごいね何て言ってんのかなも話としては。 深いなんか根底の部分が多いなっていう気がしててそうですまあただだからその根底の部分が多いっていうふうに白黒先生が読解されてるなっていうところはあると思うのではい、はい、やっぱりその読み手のそのバックボーンというか経験うんうんうんえとだから、まあ、2校目とか3校目ぐらいの先生から、はい、えー 本領を発揮するというか。でその10年目とか20年目、まあ、15年目とかでもいいと思うんですけどぐらいで定期的に読み直していくとその一つの物差しになる本なんじゃないかなっていうのを読んでて思いましたね。いやーまあでもねやっぱもう <laughs> なんか感想つきなみになるけどやっぱ面白いこの本面白いなと思って。 うん、普通にね、<laughs> か、はい、普通に、ちょっと言い方悪いんですけど、なんかね、日記っぽいところもあって。あそうなんですよ <laughs> あの。内容が読み物なんですよね。内容というか、その文体というか。はい。あの、あれに似てるなと思って、なんか最近の、えー、っと、なんか外国の本あるじゃないですか、あの、なん,でなんだっけ、ギフトとか。 うん、あのなんだな、まあ、あの辺の本もなんかいきなりその「誰だよこれ」みたいな人が出てきてなんか「ね、誰々さんはなんか工場で働いててこういう経験があった」とか言ってで,で,でこうやった時になんかやっぱり自分でギブアンドテイクするのが大事だと思う 言うことが分かったみたいな、なんかそういう話がいっぱいつな、連なってるシリーズが多いじゃないですか、最近、ね。はい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 。あまあ、最近じゃなくて、あの前から多いですよね。あ,<ー>あ<ー>前から多い。<ー><の>前からです、かあ,あの、あのシリーズみたいな、あれですよね、なんか、た田中さんはとかいきなり出てきて、田中さん誰だと思って読んでたら、なんか田中さんはこれ全然、しかもこれなんかダメな例とかも載ってるのはすごいなと思って。今、今のんだろう。 こういういい教育書なななかなかないないですよねその田中さんこういうことしてダメでしたよとか言って。あ,あそっか確かにそうですね。今ね大体成功だもうみんなねやっぱりさっき、まあ、中島先生おっしゃったようにインスタントにこのどうやったら成功するかっていうのを求めてるので例えばまあ例出すとしてもまあ大体はまあ自分の例でしかもこうやったらまあまあうまくいくパターンがありますよみたいなね。 うんうん、感じは多いんですけども斎藤喜博先生の本はこの自分の学校のこのダメなパターンの例とかも出ててでもなんかなんだろうなでも嫌味な感じはしなくてなんか、うん、っていうような感じですよね面白いそれもまた面白いなと思ってそうですねだからそこら辺がやっぱりそのこれで何を伝えたいんだろうっていうところううん、うん やっぱり行間の部分をどう「うが読み手にすごい委ねられてるのではい、はい、だから「へーで終わっちゃうよりはああなるほどじゃあ自分ごとに置き換えるとどうなんだろうかとかうううんうん、うんで自分はそうなっていないだろうかとか。うううんうん、うん,うん,うん、うん そう,ですね、そういうのを知るっていうのがいいなあっていうふうに思います。ね、まあ結構あのね、うん、あの結構赤裸々にというか、え、これ書いちゃダメじゃないみたいなことが書いてあったりして。<laughs> そ,うそう、いや、今、だ今だったら絶対にこれ書けないなっていうね、感じもあったりしますけどね。書けない、書けない。いや、これ燃えるのみたいなところ。うん <laughs> うんうんうん。あだからそういう意味で言ったら、ほらあの、通知表、通知表もね、はいはいはい 昔ほらなんか「ま、え、る、ー、さんは集中力なかったです終わりに、ね」みたいなんかそういうのも OK だった時代的にそういう時代なんか背景もあるかなとこの昭和のね <laughs> 昭和の時代こうもう赤裸々に書くっていうまあそうなんですよねだからその時間を感じない部分と時間を感じる部分っていうのがあるなと思っていてはい中、はいまあ、入ってきますけど はいはい、一番びっくりしたのが、はい、良い教師の条件のところでこの3つのやつですねおおマジかとこれ書いたらあの今だったら大炎上ですよみたいな感じで <laughs>、はい、まあ3つ条件ありますよと <laughs>、えー、でこの言葉の意味としてえっ、ー、とね言葉の意味としてはいいんですよ、はいうん、確かになって思うんですね、うん、ただ表現、うん、その選んだ単語が 燃えちゃうよねっていう感じなんですけど読むと頭の良い先生育ちの良い先生美人の先生この3つが大事だみたいなことを書かれていてこれだけ読むとおいおいおいって思うんですけど内容を読むと確かにねっていうところがすごいあってそこら辺も時代背景とか込みで読んでいくと はい、確かにねっていうううんうんと、うん、これはすごい面白いね <laughs> えー、今,今だって絶対書けないですね「ん <laughs> だ先生」っていうね書けない書けないただやっぱりそういうその要は学んでそういう自分の行動を律したりとかしていけばおのずと見た目その子どもたちからの見え方っていうのは変わってくるんだっていうところはいはい だから、美人っていうのが、そのいわゆる今の意味の美人ではないんですよね。じゃあ、男ならダメなんですかみたいなのは、もう全然筋が違うツッコミであって、はいはい、ちゃんとその見られるっていうことを意識したりとかね。そうねうん、いや、だからツイートできないですね。<laughs> ツイートはできないですね。 できないあのだからそこら辺もやっぱりその読解力の低下ってそういう部分もあるなっていうのはすごい思いながらうん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 、うん、その読み手に委ねられる部分が多いはいはい、うん、ただやっぱね共感する部分っていうのは本当あるのでうん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 いやー <laughs> 言葉面白いですね <laughs> もう本当に面白い かああでうん、そうなんですだからこれを今一人で読むというよりは、はい、誰かと読書会みたいな形でシェアしながらとか、うん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 。解釈しながら読み込んでいくって読み方もあるじゃないかなっていうのは。ああ、そうですね。うん。確かにそうだな。で、またあれか、そうですね。だから研修とかでもなんかこれ、<laughs> ちょっと使いたいなと思いましたね、そういう意味では。 うん、そうそうそうだから1年かけて1冊読むぐらいのうん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 今日はここですよみたいな感じですね<ー>うんこれはある種のその偶話として用いるというかはい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 でそういうふうにやっていくとその先輩の知見を後輩っていうかその若い方とかが得やすくなるかなっていう,うん、うん、はいはいそういうふうに読むんですねみたいなのは大事になってくると思いますうん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  うん。いやー、そうですね。さて、えっ、ー、と、<laughs> そろそろ中に入っていかないとと思うので。<laughs> はいはい、入っていきましょうか。もうなんかすごい、書 <laughs>、はい、きぶりのことだけこんなにしゃべっちゃいます <laughs> そ,うそ,う、うん、そうそうそう。<laughs> あの読んでない人だからするとね、どういうことだとお話はいくと思うんですけど。<laughs> はいはい。そしたらちょっと中入っていきましょうか。<laughs> はい。お願いします。<laughs> えーっと。 どの辺からいきますか、ね、まあちょっと前の方から行きつつ、脱線もしつつみたいな感じですかね。はい。えー、っと、最初、そうですね、まず自分から言っていいですかじゃあ,あ、どうぞどうぞ。まずもう、じゃあ、だいぶこう最初の方からいくとですね、はい、えっと、昨日ね、自分ツイートも上げたんですけど、良い授業は優れた芸術であり、緊張とし込む、緊張と集中が伴うものですみたいな話があって。 うん、これねなんかね面白いなと思ってまずもうこの優れた芸術ですよっていう考え方がまず面白いなと思ったんですよね。でこれねだから多分やっぱ今とはちょっと感覚違う部分もあるなと思うんですけども、はいうん、なんかね例えば、まあ、自分囲碁好きなんでね、うん、囲碁とかあと将棋とかも結構昔ってあのね 何て言ったらいいのか勝負じゃなくて芸術って捉えられた部分もあるんですよ、ね、うんなるほどな,んで、まあ、な,なのでな今これ現代だったらね結構なんでしょうね勝つためにはもうなんかどんな手でも使って勝つっていうのが今の考え方なんですけども昔それこそこの昭和の時っていうのはやっぱ芸を極めるっていうのでんどんだけ時間かけてでもの最善を見つけるっていうのはまあこう昔の価値観だったんですよ。 で、なんかそういう、なんかこの斉藤先生の、この、ま、これは本全体に関わるな生き方の部分なんですけども、うん、やっぱり、なんでしょうねその、こなしていくっていうよりかは、もうとことん突き詰めて、この授業のスタイルとかもですよね。うんうん、今なかなかカリキュラム上、ちょっと難しい話もあるんですけど、例えば国語のこの授業、まあ、例、いっぱい載ってるじゃないですか。はい、はい 1でなんか一個,の一個の言葉だけに注目してでそれを1時間かけて喋るっていうこの、まあ、やってみたいなと思うなかなか今そういう授業スタイルじゃないんですけどねでもなんかそのなんかこの言葉の意味ってどっちだと思うっていうのだけでもう1時間ぐらいなんかこうやってるみたいなところがうん、うん、本当なんかこう追求してるところが、ね、あすごいなと思うんですよね逆に言ったらそれだけでで時間こう成立できちゃううていうね。 それは芸術として捉えてるからなんだろうなっていうのが、ま、こう大前提というかこの全部にかかってくる話かなと思ってそうですねか中島はその芸術っていう言葉をそのエンターテインメントっていうふうに捉えていてでこれは中島が講師をやる上ですごい意識してることなんですよねはい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  前に立った時はそのうんと学んでもらいたいとか、うん、あその成長してもらいたいっていうのはもちろんあるんですけどはいはい、い。それよりはエンターテインメントとしてこの時間をどれだけ楽しんでもらえるかうんうんう,んうん、ん、ん。でそのためにいろいろな準備が必要ですって仕掛けとかも含めてねはいはいは,いはい、い、い。っていうのがあるのでだからうんとすごい共感が多いんですよねうんうんうん、ん、ん。 うん、やっぱこういうの大事だよねっていうところがあるのでただまあ多分ねこの時代にはねエンターテインメントって言葉はなかったんだろうなと思うのであ,あそうですね <laughs> ないない絶対ない <laughs>、うん、そのまあねもちろん言葉としてはあったけどその一般化されてなかったんだろうっていうところでいくとはい、はい、そういうふうに捉えてみるとまた読みやすくなるんじゃないかなっていうところはねうん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 変わりますねで ちょっとまあ、ね、本の中としては飛ぶんですけども <laughs> 良い授業は優れた芸術だよっていうこの一方で、うん、もう一個好きな言葉があってですねこ,のこれ実は自分はそういう考え方もしてるんですけど「授業は真剣勝負でありますよと」と <laughs> <laughs> こ,この言葉もすごい好きなんですね、うん、で,、うん、でやっぱりもう真剣勝負から一個一個もう大事にしてるっていうのがすごい伝わってきててで 授業の目指すものとしてっていうなんかその話が載ってたんですけども、うん、まあそのまあいつも言ってゴールのところですね子供がこが大人になる、うん、やっぱこういう言葉自分もポンポン出るようになりたいなと思うんですけど子供が、えー、大人になった時に創造的な、えー、生活を営めるようにするできるようにするこれが授業の目指すものですよといやーだからなんかその目先のねなんか でしょうねまあ、もちろんその国語やったら国語の力をつけるっていうのももちろん大事だし算数やったらそのなんか公式を理解させるっていうのも大事だけどもうん、うん、やっぱなんかそのめちゃくちゃこのなんでしょうかねこの未来というか先を見据えてやっぱ授業されてるなっていうのがここにすごい出てきてるなと思って。でそれに関係してる話も教師はじゃあ 教師,教師の話入っていくんですけどね。ああそうぞう,そう教師、これも面白い。教師は、えっ、ー、と、なんかその他の、んでしょうね。その大学からこう、まあ、教育実習で来ている人と、うんうん、えっと、それから、んでしょうね。一般の人が例えば指導書パッと持って授業するのと、それ、えー、教師がするのと何が違うんだみたいな話が載ってて。うんうん、なんか 何が違うんだろうなと思って読んでたら、そんな大差ないよみたいなこと書いてあって、最初にね。はい、で、えー、大差ないのと思って読んでたら、いや、でもい、一番やっぱ大差として出てくるのは、この授業へのモチベーションだと。うんうんうん。うん、もう、はあーと思いましたね。授業へのモチ,ボモチベーションを自分の中に作って、でそれでまあ真剣勝負に持っていくのが、これもプロと素人の,この境目ですよみたいな話があって。 いやーそう思ったらなんかあれだな、まあ、確かにね、はい、道徳とかやってる時は自分そんなこと思いながらやってるんですけどうんうんた、まあ、全部はできてないなとかもいや <laughs> <laughs> それはまた別の話ですからね<笑><笑>はーいもちろんね、うん、その今とか状況とかっていうのだけで見ちゃうとやっぱ本質この本の本質をつかめないなと思うのではい そのでなければならぬっていうよりは、そこを理想として目指していきたいよねっていうふうな捉え方がいいのかなっていうところはね、ありますけど、だからね、本当に、前編を通してそういう思想が見えるというか、ははいい子供たちのために、社会のためにっていうのかな。うううんんんあるべき、や,やっぱり、その いやけどどううなんだろう時代なのかそのやっぱりこの斎藤先生が素晴らしい方なのか、まあ、そっちの方が大きいかなと思うんですけど、はい、そういう思いっていうのは大事かなっていうのはねうん、うん、はいはいありますよねいやだからね当然できないこともたくさんあるんですけど今先生が貼った思いの部分はやっぱりなんでしょうね吸収したい部分だなと思ってうん、うん、例えばその まあ真剣勝負のところに書いてあったと思うんですけどね、あの、なんかノートの話が出ててね、うん <laughs> うんうんうん。うんと、子供の書いたことまあ、もちろん我々も今、なんか丸したり、こまあ、場合によってはコメント書いたりとかしてるんですけども、うん。で、なんかもうそれを全部覚えるぐらいの勢いじゃないと、<laughs> 勢いじゃないとね、みたいなこと書いてあったんですね。で、そこから、まあ、次の時間になったら、あの、そういえば、るくんあの、 なんかこ,うこう書いてた、こう書いてたよねみたいなところから授業をこう展開していくみたいな。うん、うんうんうん。だからすごいなと思って、<laughs> そんなに全然覚えられないと思いながら、<laughs> ただ、あのー、まあ、一個エピソードとしてね、はい、あーのーあ、これ前先生に言ったかな、言ってないかな、ちょっともう忘れちゃうんですひ。大丈夫ですえっと、自分の,そのよく教えてくれてた、あの、その、 初任の頃の先輩ね、うんうん、が道徳の、えー、っと、あれ、公開授業だったかな、なんかののまに、うんあまあ、教師の本気を見せるみたいな話をされて,てうん、うん、であど,どんな感じかなと思って楽しみにしてたら、あの教科書、ね、まあ、読みますよってっ時きに、おもんもろに教科書パタンって閉じはったんですよね。はい なあれ教科書読みますよっていうの教科書閉じたらどうするんだと思ってたら、うん、その教科書の文章をもうそらんじててこうもう全部パーってなんか言っていかはるんですよ、うん、で子供たちもえっっていう感じもうもその先生すごい集中して話聞いてて,てうんうん、で,なんていうかで、まあ、要するにまあその教科書の本部全部覚えてきてはったんですねその先輩はははいはい、はい うん、で別になんかそれってなんかそれで多分授業の質上がるとか別にそれ今絶対必要かって言ったら必要じゃないかもしれないんですけど、うんうん、でもやっぱねなんか先生が本気だなっていうのは子どもになんかすごい伝わってた感じがあってうん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 、だからなんかこう、まあ、ノート覚えるとかもそうですけどやっぱそしてやっぱ先生本気だったら子どももなんか本気になるなっていうのも思ったんですよねその時。 子なんか前のめりに話聞いて考えてたよさあってでもちろん,なんかそれが正しいと思うかって言うと分かんないですよそんな全部の授業でそんなも絶対できないしただなんか、うん、時にそうやって本気を出すっていうのも、まあ、一つ、これは子供たちの,なんか何て言うのやる気を出したりするのにつながってくるなっていうのは見てて思ったんですね。なるほどうん ノートのことね全部覚えるとかまあそ毎回それは多分今今無理かなと思うんですけど、まあ、まあやろうとするっていうなんかまあまあ見てねつなげようとするっていう意識は大事かなと思いましたねそうですねだから中島の場合は多分もう一個上げてる感じなのでこの本の中でその子供をそのまを見るっていうところが、うん、すごいページ裂かれてるんですよね。<laughs> だから中島としてのエンターテインメントっていう部分でいくとやっぱり観客は子どもたちなので子どもたちの特性とかそういった部分をどのくらいこちらが知っているかっていうのはもう絶対条件なんですよね自分が何をするかっていうのはもちろん大事なんですけど子どもたちが何をしてほしいのか。うううんんん でそのためにはやっぱりノートとか言動っていうのからえ要は子どもたちのサインですね明確なはい、はい、そういったものを把握していくっていうことの大事さとか子どもたちをちゃんと観察しましょうねっていうそうすることでやっぱりそのより良い授業っていうのは出来上がっていくしそれこその観客とその出演してる人間のが共に作り上げるっていうのもそこなんじゃないかなっていうのは。 ちなみに中島は「あの本気」っていう言葉はあまり好きではないんですけど <laughs> <laughs> いやあのね「本気」っていう言葉を使ってしまうとじゃあ他は本気じゃないんですねっていうのが入っちゃうんですよ。じゃああの時は特別でやってたんで <laughs> うん、うん、じゃあ他はやってないんですねっていうふうになると変な優劣みたいなのが子どもたち思っちゃうケースがあるので。ははははいはいはい、はい ただその先ほどのそのうんと暗記する丸暗記してるっていうことはエンターテインメントとしては面白いと思うんですよね。だからそれは子どもの意識を向けこちらに向けるためっていうののうん,となんていうのかなものの一つであればいいと思うんですけど暗記することがいいわけでもないしじゃあ暗記してその分子どもたちを見る時間を増やせる。あそうですね とかねやっぱり教科書に目を落とす必要がなくなってより子供たちの観察とか判読,読とか読んでる時とかでも他の子たちはより見やすくなるとかっていうんであればもう一個その意味が出てくるかなっていうのは思うところですね。うんうんうん、そうですね。今言った観察これはなんかそうだな別の本だったかもしれないですけども。はいはい。 その見る、同じ見るでも、そのよく見学の見るっていう見る。ああ、はいはいはい、はい。まあ普通のね、あのよく見る、普通の見る。くって、<ー>先生今よかった観察の方の見る。うんうん、観察の方を見るって読みますよね。はい、っていうレベルまでやっぱいって、そのこれね、やっぱ本読んでたら、そのなんか頭の中すごい、そのクラスの臨場感が。 頭の中でドラマが見えたんですけどやっぱり生き生きしてるクラスではその、まあ、先生も,もうさっき言わはった通りなんですけどねその特性のある子とかも含めてみんなこう活躍できてるクラスだと思うんですよね。ははい、はいうん、で何回か出てくるこの、えーっとなまあ、平板なって書いてあったかな。ははい、はい 定番って読むんだね。いや、分かんないです、分かんないです。あの、中島は、あの、開いたって読んでたなと思って。あ本当ですか。あの、振り柄がないので。あれごめんなさい、自分読み方違う。いや、分かんないです、分かんないです。あの、何が正しいかは分かんないですけど、いすみません。読み方違うって面白いと、今思ったっていうようなクラスでは、多分なんかその、 今でもそうですけどね、あの <laughs> <多>分 <laughs> こう教師が一方的にバーって喋って、なかなかこう子ども活躍する場がないとかね。これはその、だからそのエンターテインメント的な中島からの見方でいくと,、はい、えと、その授業の中に抑揚がないっていう風なイメージだったんですね。うううんうんうん、うん 要は盛り上がるところとか深く考えて静かになるとかやっぱりその気象転結みたいなものとか破体験とかそういう子どもの注意を引くような仕掛けをするにはやっぱり一直線ではなくてやっぱ波がある、まあ、意図的に波を作っていくのが大事だよねっていうふうに思っているのでなんかそういうふうに中島は見てたんですけど。 あそうですねそこの波の部分ちょっと喋ってもいいですかあどうぞどうぞ。でその波の部分としてこの問題をつつき出す力っていうのが書いてあったんですけどもとかあれですねこれ今あんまりつつき出す力とか言わない気もするけどやっぱり、うん、まあここはしょうがなね今だとこのぐらいかなと思いながらもつつ、うん、き出す力これ何かなってなってたのがまあ ぼんやりとした問い、まあ、子どもたちがね、まあ、疑問とかを持つことがあって、うん、で、それを、まあ、いわゆる、ちゃんとしたって言ったらあれなんですけど、こうまあ、議論できるところまでこうね、持っていくのが、まあ、教師の力で、まあ、こう考える輪郭をしっかりさせていくというか。で、これ、あの自分はまあやっぱ道徳なんで、道徳当てはめて考えると、一番こう分かりやすいなと思ったんですけども、うん 特にね、特に道徳はそうかなと思うんですけども、まあ、道徳でね、こう正解はないですよとか、っていうことがまあよく言われてて、<coughs> まあ、いろんな考え方できるっていう話なんですけど、ただ、この書いてあったのも含めてしゃべると、よくその A は A ですよと、で、B は B ですよって言って、はい、まあ終わっちゃうケース多いなと思うんですよね。ううんうん、うんまあ で特にしかも道徳とか、もこれ多分国語例に出してたと思うんですけどね。うん、なんかその言葉、あ、その言葉そうなんだねって言ってこう終わっていくパターン多いと思うんですけども、でも、やっぱり学びって、その、なんでしょうね、そっからが大事かなと思ってて。うん、本で言うと、やっぱ A は A' ですよ、B は B' ですよっていう、ちょっとこう、やっぱり自分の中で概念が少し変わるところまでいけたら、はいはい、まあ授業としての深まりが出ますよ。 授業として深まりっていうか子供たちの思考が深まりますよって話なんですけどね。うん、うん、うん。で、そうなるためにはっていう話で、なんかいくつか例が出てたんですけども、うん、なんか例1個出したいですね。えー、っと、あなんか図が載ってましたね。なんかどっか図の話にしましょうか。あお願いします。うーんと、あえー、っとね。 ず一番分かりやすい、多分この話,話してる中でも、あこれにしようかな。<laughs> うんと、文字文字っていう例が出てたんですけどね。あごめんなさい、何ページか言ってもらえばいいですか。103ページです。百三ページ、はい。はい、これ問題の整理っていうところで、文字文字っていうのが出てたんですよ。うん、103ページ開けましたはい、あッ OK です。なんか人の絵が描いてあって,って。うんうん でえー、っとちょっとだけ喋りますとえー、みんなはまた始めます文次郎はもじもじしながらじっと見ていますでまだちょっと文章続くんですけども,、はい、<laughs> もこのもじもじってどういう意味なんだろうねっていう、まあ、そんな話し合いがなされててで、えー、仲間に入って遊びたいとか恥ずかしいからとかそういうもじもじ のなんか意見がやっぱまあ整理がつかなくなってどん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 、えー、問題がまあたくさん出過ぎてたとうん、うん、で混乱してたとでいう時にまあ教師がじゃあその文次郎が混ざりたいのか混ざりたくないのかっていうので、まあ、文次郎の絵を描いてうん、うん、で右と左でこう矢印描いて、えー、混ざりたい本当は混ざりたいあ違う混ざりたいに丸かで混ざりたくないに三角みたいなのつけてうん、うん 視覚的にもすごでなんかそういうことをしていくと子どもたちがどっちなんだろうねって、まあ、かん考えがよりこう子どもたちも何を考えればいいか分かるしでこう話が深まっていくとでそのちょっともう多分ね聞いてるだけだと分かりにくいと思うそのもう一ページ次のページにも同じような例が載っていて、はい、でこうもう一個だけ紹介してもいいですかお,あお願いします えっと、面白い、2年生の国語でこんなのまずあったんだなっていうのをまず、こ、うん、の時点でも面白いんですけども、2年生の国語で、肉屋に行きましたと。で、うんね、おじさん、牛肉ください。と言って店に入った。そしたらいらっしゃい、坊ちゃん、お使いですかどんなところにしましょうかどんなところにしましょうかの、どんなところって何でしょうみたいな話があって。で 子どもたちはやっぱり意見がたくさん出てくると、んなんか尻尾の方か頭の方かとか、すき焼きのお肉っていうそういう食べ物、肉のねりょ、料理に作る種類なのか、はいえっと、牛なのか豚なのかっていうそもそものお肉自体の種類なのか、ウィンドウの中にいっぱい入っているやつのどれなのかとか、そういう意見がいっぱい出てきて、この時点でなんかすごい子どもたち豊かだなと思うんですけども。で ただ黒板にその種類として牛豚鳥の絵を描いて種類って描いたのとあと牛の絵描いて場所牛の場所どこでしょうっていうのを描いたのとっていうふうにすると子どもたちがあこれ場所の話だみたいな気がついたよっていうまあ例が出ててうん、うん、こういうなんて言ったらいいんですかねこれ今あの沼田先生 立体版書とか先生よく、うん、分かりましたええ。あれでもそうですけどやっぱこうなんですかね。やっぱ視覚的に分かりやすくして子どもが何問われてるかなっていうのが <coughs> 分かりやすくなった段階この話し合いがより深まったんやろうなと思ってね。それをこ,のこんな時代がこんな時代って言ったら怒られますけど昭和30年がこんなやってたんやなと思って。うんうん、すごい いやだからあのー、それこそ今中島がね道徳の教材を作っていて思うのが、はいはい、道徳ってその子どもたちだけではなくて教師側の発問力を鍛える、うん、の教科でもあるなっていうのをすごい感じていて。ははい、はい でその突き出す力っていうのはまあ中心発問であったりとか基本発問とか <laughs> まあ言い方はあるんですけどやっぱりその発問問いなんですよね。はうん、うん、はい、はい、うん、だしそういったその今言われたようなそのうん中島思考フレームって呼んでますけどやっぱり子どもたちに対してそういう思考のフレームをどう増やしていくか。ははい、はい はその例えば今の「肉のどんなところ」っていうのでいくとその頭の中でその分類分けする、まあ、図化するっていうところでもいいし「あっそっか僕はこうだ」と思い込んでいたけどもそうじゃない捉え方もあるんだっていうことを子どもたちに伝えるしあとその「まえー、と文,字文字のところでもやっぱりその言葉の意味っていうのは人によって違うよねっていう。 そのね、自他境界線を引き直すとかって中島は言いますけどはい、はい、そういう,うと自分と自分以外は同じではないっていうことを知るためには素晴らしいですよねっていううん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 そうなんですよああそうですね道徳で今発問力を鍛えるっていう話がありましたけどいやもうまさにですねだからその道徳 で結構抽象的なことがね話題に上がってきて、うん、でこう話し合い進んでいくと思うんですけども、はい、こうなった時にやっぱり何でしょうねついていけない子っていると思うんですよねそれ,いいそれがこうやって例えば今のこの「もじもじ」とか「お肉」の例みたいにちょっと教師がね、うん、今こういうこと考えてるんだよっていうのを伝えてあげるとそれでまあみんながようやくこうフィールドに上がってこれるというか そうなったらやっぱ話は楽しいんですよね。そうそうそうだからそのうんとどのくらいそのなんていうのかなえっ、ー、とまあ授業研究とか準備っていう言い方でもいいと思うんですけど子供たちがどこでこぼれそうかとかどこはついてくるかとか、はい、っていうのをどのくらいイメージしておくかっていうのは大事になりますよね。 やっぱり想定しておかないとその場でのリアクションだけになってしまうのではい、はい、それこその白黒先生クラスであのいろいろ探究されてる方であればもう、うん、その場の感覚だけで OK みたいなところはあると思うんですけどはい、はい、そうじゃないんであればこの発問に対してとかこの知識に対してはこぼれる子が出てきそうだなっていうのがあるんであればやっぱりそういったのをこちらで準備しておく。ははははいはい、はいい でそれだけで、えーとまあ、授業がスムーズに進むし、自分のストレスも減ると思うので、だけど、あやべこれ想定外みたいなのを経験することで、授業力っていうのは高まっていくかなっていうのはう。そうですね。子供の意見ってもうね、大体こう、やっぱ深まってくると想定外のことだらけですからね。 <あ>うん、そう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 なんですけどあのやっぱりこぼれる子っていうののケアって大事だなっていう話だね。はははいはい,はい、はいうん、でそのためにこういったじゃあ図化したらいいのかとかじゃ表現をもう少しその具体にした方がいいのか逆に抽象度上げた方がいいのかはい、はい、でその子の特性っていうのはやっぱり他の授業であったりとかねそういった部分でちゃんと見ておけば、はい、その時に適切な うん、提案というか関わりができるようになると思うので。うんうんうん。やっぱり見ること大事かなっていうところもね。はいはい。はい、そうですね。あ、そうだ。で、あと、あのね、これ、すごい今、衝撃的だったことがあって。はい。えーっと、この、んなんて言ってんのか授業間,間に当たる部分かなと思うんですけど。えっと、これ、 本当に衝撃的だった昭和これ昭和30もう何回も言いますけど昭和35年とかじゃないですか。はい、で,でこれまではっていう話が入ってて戦前は教師の,この教え込みのピラミッド型だったんですよっいう話があってうん、うん、まず自分も自分のノートにピラミッド書いたんですけども、はい、<laughs> ピラミッド型だったんだけどやっぱ今後はそうじゃなくてもうこう同一直線上に子どもたちはこう並んでいてうん、うん、でその掛け合わせで高,高めていく。 のがやっぱり必要だよみたいなこと書いいててあっううん、うんいや、それはこれ、昭和35年にそれが言ってたんだと思ってね。なるほど、なるほど。いや、なんか、これ、最近でもなんかそういうの聞く気がするんですけどね、なんかその教え込みのピラミッドとかじゃなくて、あ,あれかな、アクティブラーニングとかそういう言葉流行った時とかもよく言ってたかもしれないですけど、やっぱり、うん教,師教,え教師がお一方的に教えるだけだと効果 少ないっていうねところでなんかすごいなんかそこの時代からもうそんな発想っていうかそういう授業間で授業されてたんだなと思ってもうまずびっくりしてそのその時点ですごいびっくりしてた、ね、<laughs> <laughs> だからそこがあれですねその人が変わってない部分ですよねはいはいうん いいろろただ、それもうんとじゃあ現状で打破できてないっていうところは、うん、やはりその、うんとある種の集団で、はい、えと教育するっていうところにもなんか内包されてしまっている課題なんだろうなというところはねありますし、まあ、だからこそ,その腕を磨くかとかもあるんだけど、はい、その難しさですよね、もう本当に。う ああ、どうにもなんないっちゃどうにもなんないんですけどね。ただ、それをよしとするんではなくて、うん、それを踏まえた上で、どういうふうに、はい、え授業をしていくか、学級経営していくかっていうふうに、ありたいなっていうのは思うところですよね。うん、はい、うんうんうん。あそうですね。で、そう思って、またさらにこう本を読んでいくとですね、はいはい、だこれ、あれだなと思ったんですけど、その えっと、まあ、それこそ土井先生とかの本のいもあるんですけどね、授業入門って書いてあるから、こう全部は授業のことかなと思いつつ、こう読んでいくと、うん、さっきのなんだろうな、あか教師のあり方とか、こう,、うん、ういう話も、だから結構たくさん載っててですね、だから、やっぱ学級経営の部分と授業とこう結びついてるなっていうところで、うんうん、例えば、あっとね、自分いいなと、こう見えないということっていう、 話があって、一応ページもちょっと探してお願いします見えないということは、えーと、どの辺だったかな。ちょっと探しながら喋りながら。<laughs> あどうあとね、見つかりました。えーはい、78ページ。はい、はい、78ページ見えないということで。で、うんうん、あと、<laughs> やっぱりもうすごい、 これはこの時代の本だから言葉もさっきのね最初の美人の話もありましたけども言葉まず最初に「ゴミが見えない教師は落第だ」って書いてあるけど <laughs> <laughs> 今なかなか本出す時に「落第だ」なんて書けないんですけど <laughs> でもいやでも確かになあって思うんですけどもやっぱり、うん、そうなんですよね自分もこれ今、ま、ゴミの話をめちゃめちゃ気にしてるんですけども、うん、やっぱり あれですねそのいろんな教室入ったらもうめちゃくちゃきれいにしてはる先生となんかちょっとゴミ落ちても気にせんと授業してる先生とねいるなと思ってでそれあれ、まあ、自分もそうやったんですけどもね多分ねそのゴミ落ちてるっていうのは気にならないっていうのもあるけどもなんかその余,裕余裕がないんかなと思ってうんでこれ自分やったらどうするかっていうとね あのゴミ落ちてるなと思ったらもう授業の最初でもやっぱ気になるからちょっと今からゴミ拾う時間作りましょうかみたいな感じでね子どもたちと一緒にゴミ拾ってまあそれそんな1分とかできる話なんででああじゃあこなんかすっきりしたし心もすっきりして今から一緒にじゃまた授業始めていこうねって言って始めるんですけどうん、うん、でこれ自分もまあ若手だった頃を思うとですねその やっぱ授業、あ、でもどっちかなやっぱ見えてないなっていう部分もあったんですけど、うんうん、見えてないなっていう部分と、あとなんか早く授業進めな終わらへんなとか、そういうなんか余裕のなさとかもあって、なかなか、なんかその、なんでしょうね、ゴミとかにまでは、こう意識が向いてなかったんですけど、うん、でもやっぱりこう、年齢重ねていくと、やっぱそういうところも、なんでしょうね、結構気になるようになってきて。やっぱり、うん、 なんかそ,こそこがそのままゴミ落ちたままでね授業してるっていうのはなんていうか、ね、本当に細かい気配りがなんか自分もできてない状態だなと思ってうん、うん、でそれがその次の、えー、と子どもの見えない教師の話につながってくるので、はいはい、これ本当先生のさっきの観察の話ともつながってるところですけどねなんかそのえっ、ー、と、まあ、例えば まあ授業中に誰かが発表してますと、はい、発表してる時に、発表してる子は教師はまあ見てるんですけども、うんで、そうじゃない、その聞いてる子とかが、じゃあどんな風にして聞いてるかなとかっていうのは、やっぱそっちにこう視野広げて見なあかんと思うんですね。そうですね。うん。で、やっぱそれがなんか見えてませんよっていう例がなんか載ってたと思うんですけどね。<laughs> はい だから本当にここら辺がその誰が主体かの話だと思っていてははい、はいでその教師が授業を進めたいってなるとやっぱそれ以外のは外乱になっちゃうんですよね。ううんうん、うんうん、だからもうあとは排除するかスルーするかみたいなははい、はいただただその進めたいんだみたいなふうになっちゃうんだけども、うん、じゃあ子どもたちに何を伝えたいんですかとか。 ね、そういうそのねえそれこそエンターテインメントとしての環境づくりっていうのは大事だしゴミを拾わなければいけないとかもそういう話ではなくてはい、はい、やはりそのくらい見なきゃいけないですよねっていうところうん、うん、で見て,見てくださいとかね子供を見るって言葉は簡単なんですけどじゃあ具体的に何をどう見るのっていうのは知識がないと見えないのでそういった部分 <laughs> をその自分だけではなく、うん、そういう子どもたちとかそういう第三者視点であったりとかはい、はい、っていうことの大事さを強く言われてるところだなっていうのをね読んでてまあうん「虐待」っていう表現が本当に <laughs> 昭和だなっていう感じはありますけど、ね、<laughs> <laughs> そう表現は表現は昭和なんですけどねただなんかすごいあの自分も思い当たるところたくさんあって この見るでいうと、例えば、うん体、体育で飛び箱をしてますと <laughs> でそしたらやっぱ飛び箱飛んでるこをね、こう見ちゃうことが多いと思うんですけども、うんうん、でもそこでなんかその待ってる子とかね、うん、次飛ぶぞっていう子、もちろんそ,そこに全部視界が行くわけじゃないかもしれないですけど、ちょっとやっぱぼんやりと、うん、ちょっと離れた視野というか、<laughs> で見てると、 なんかこれも自分も言ったことあるんですけどなんかやっぱ見てるとそのうんまあある子がねえ飛ぶ段を代わりに行くことがまあやっぱ視界の端で見えてうんでなんかその子はうんとねこれ何年か前の話なんですけどまあ男子だったんですけどまあやっぱ女子いっぱいいるところにまあそこヒュッて入ったんですよでもやっぱその子は後で聞いてみたらやっぱ僕はこの段で練習するのは一番 必要だとと思った女子ばっかで恥ずかしいとかそういうのもなくやっぱそこ行けたのはあのよかったねって後でその声,声かけたんですけどうん,、うん、なんかそういうところってやっぱなんか見逃しやすいところだと思うんです風景風景に溶け込んじゃってると思うんで <laughs> なんかそういうところもなんかその時は、ね、そこたまたま自分見えたんですけども。うん うん、こうなんか視野を広げていきたいなっていうのはいつも思うところではありますね。そうすね古舘先生はその授業はサッカーだっていうふうにおっしゃられててはい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 、うん、やっぱりピッチ全体見なきゃいけないよねっていうううん、うんだしその子供たちいややっぱりあの野球のまあピッチャーなりキャッチャーなりっていう表現とかありますけどははい、はいそれだと見える方向が限られてしまうのでうん、うん、あだからサッカーなんですね。うん、うん だしそのボールっていうものをどこにあるかとか自分がボール持ってるだけでもダメなのではい、はい、で別に観客でも監督でもないのでやっぱりピッチ上に同じように立っていてじゃあそこでその全体を把握しながらどういくかっていうふうになった時に、はい、やっぱりスタープレーヤーな、ね、うまい子だけ見ててもしょうがないしはい、はい、ちゃんとみんながこう関われるような。 発音合わせみたいなのも必要になってくるし、うん、やっぱそのためにはやっぱり見るっていうことを、そのシェアを広げるっていうことは大事になってきますよね。うん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 。そうですね。で <laughs> あ、なんか偶然かもしれないですけど、自分もサッカーに立てること結構あって、うんうん、で子供にしゃ,べしゃべることあるんですけども、なんか、うん、かそのやっぱりサッカーもね、ほんと今、スタープレーヤーって話出ましたけど、うん、11人いて、なんか、 3人ぐらいだけがパス回ししててもね、絶対いい、あんまり、あ、ペ取れない <laughs> いいのならないですよ <laughs>。っていうような、まあ子供にちょっと話する時がたまにあるんですけど、うんうん、だからなんかその、やっぱりパス、パスもみんながね、まあこう回っていかないと、まあいいものにならないよっていう、そんな話してて、やっぱり、だからそこに、自分ね、よくお客さんっていう言葉を使うんですけど、まあいるだけで見てるだけになっちゃうと、 やっぱ自分の学び深まらないからねうん、うん、っていうような話はしながら今日,今日はなんかあんまりあれやったなっていう時は <laughs> <laughs> そういう話をちょっとするんですけども <laughs> いやだからそういった部分でそのうーんとできる子たちはもう倍から、ね、経験値がある人前で発言するっていうこともそうだしうん、うん、そういうことに対して不安感っていうのはやっぱほとんどないわけですよね。 はいはい、だけども人前で話す経験をしてこなかった子、まあ、引っ込み思案の性格ですっていうよりはただ経験が足りないですねっていうふうに中島は考えているのでそういう子たちに対してどういうふうな、えー、そのベイビーステップを踏ませるかっていうのがそれこそ,そのさっき言った「もじもじ」とか「どんな」とかもそうだしその事業者の腕の見せどころかなっていう。ははい、はい 今は別にその子は点決めなくてもいいわけですよね。まずはボールワンタッチするだけでもいいと思ってて。ああそれがそ,それが大事なんですよ。うん。うん、だからその子に合ったその活躍っていうところとはい、はい、あとその授業一つで完結させないっていうところですよね。うううんうん、うん どうしてもうんそうそうそうで1回でもう結果出そうっていう風になっちゃうとどうしてもこちらの期待値が上がりすぎてしまうので1年をかけてどう子どもたちを成長させていくかはい、はい、っていうところが大事かなっていうのは思いますよね。な今みたいな うんと結局、その本って読み手が、ね、やっぱ決まるところがあるので、はいうん、この本をある種の批判的にというかそんなんできねえよっていうふうな読み方ではなくああ、なるほど、これってこういうことを伝えたいのかもしれないなっていうふうに勝手に自分で翻訳していくっていう読み方も大事だなと思っていて。うううんうん、うん うん、これはできないけどこういうのだったらできそうかなとか自分なりに解釈というか咀嚼していくうんうなん、うん、読み方がおすすめの方かなっていうのを思ったところです。そうですねどうしても時代背景とかも違うところあったりしますからね。そうですね。うん、まあだから <laughs> 中で出てくるですねあの個人的にあのねピアノ事件とかですね。 えと見学に来た人たちのやる気のないことに対する憤りとかですねすごいな本当ねいや時代関係なくあることってあるんだなっていう部分とかはい、はい、もう読んでいただけると面白いよなって思うしでそういうところを反面教師としながら <laughs> やっぱねこの見学行った時にはちゃんと気をつけようとか。 はいはい、行った時には見られてるっていうことを意識しようとかね。でここまで頑張れないけど応援して、ね、頑張ってる先生がいたら応援しようかなとかはい、はい、そういうのも大事かなっていうのは思いますね。はい はい。えっ、ー、と、では、まあ、時間きましたので、まあ、だからそう、これがまだですね、<laughs> あとこのシリーズものとして2冊あるんですよね、<laughs> 中島の手元にもね。ありますあります。行きますか。行 <laughs> きますか。あのー、はい。ちょっと読みながら、えっ、ー、と、そうですね、まあ、ほん今回もね、紹介というよりも、その感想を話し合ってみたいなところではあったので、 あなるほどそんな読み方もあるんだってそのうんといわゆるハート系とかそのエッセンスが抜き出されている今の本を主として読まれてる方であればその学んだ知識とかをこのね斉藤先生の本を読みながらどうつなげていくかっていうふうな読み方がいいんじゃないかなっていうのがね思うところではあります。 はいえー、とではですね、最後に白黒先生から感想をいただいて終わりにしたいと思います。白黒先生お願いします、はい、やっぱり、まあ、今の、ね、本とは、スタイルとかも全然違うんですけども、うんうん、なんか自分はね、この本、なんかこういう書きぶりも好きだなと思って、なんかまあ,ある種こう、うん、生き方の本みたいな感じもね、うん、あったりするんですけど、やっぱ考え方の,この根底を知ることで、まあ、今の自分どうかなっていうのを振り返るいい機会になったなというふうに思いました。はい ありがとうございました、えー。ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひ、動画、高評価、いいねボタンを押していただくと励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。